皆さんこんにちは、小林哲也です。この本は、パーフェクトボーリング塾の、動画となっております。もしまだ購入されていない方いらっしゃいましたら、ぜひ概要欄の方に貼ってありますので、ぜひ購入していただくとより理解が深まるかと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。この動画ではゼロ歩助走、まあ助走がないのでゼロ歩助走というのもあれですけど、助走をしない状態でボールを投球するという練習法をご紹介していきたいと思います。このゼロ歩で投げることが何がいいかというと、本当にたくさんメリットがあります。皆さんね、リリースの際手がどうなってるかわからない方多いと思います。私も投げてて指の向きどうなってるかなとか、親指どの方向向いてるかなとかっていうのがなかなか一瞬なので分かりにくいので、このゼロ歩助走をすることによって自分の目で見て手がどの方向に向いているのか、またリリースの場所ですよね。よく自分の体を越えて真横で本当は完了しなくてはいけないんですけど、体を越えてリリースをしようとする方結構多いです。ボールを持ちすぎてしまう方だったり、こう力が入ってしまって肩が前に出てしまうことによってリリースの場所が遅れるっていう方が多いんですけど、このゼロ歩助走を知ることによって自分がどこで離さなくちゃいけないのかというのがすごく分かりやすいです。もし体の先でリリースしようとするとゼロ歩でどうしてもバランスが崩れたり、この体勢で前までボールを持ってってリリースするってなかなか難しいので、ゼロ歩は体の真横、まあ、この顎の下ですね、顎の下でボールを離すタイミングを見つけられる、プラス手がどういう風になってるか分かる、またボールが体から離れてしまうと重みを感じてバランスが崩れるので、最初にこれからご紹介する、体勢がありますけども、その体勢を崩さないように顎の下でボールを振ること、これでいろんな確認ができます。またね、こう曲げる練習をしたい方なんかもこのゼロ歩で自分の手がボールの下に入っているかなどの確認もできますので、ぜひこのゼロ歩助走練習の最初に取り入れていただくとすごくいいかなと思いますので、今日は詳しくご紹介していきます。それではまずこのゼロ歩の体勢の作り方をご紹介します。ちょっと今カメラ向きなので足元線がないんですけど、皆さんファールラインのところにドットがあるので、そのドットのところで最初気をつけて立ってください。右利きの方私と同じ状態でやっていただきたいです。左利きの方は反対バージョンで考えてください。右利きの方は右膝の前にボールをセットします。はい、利き手と同じ膝の前にボールをセットします。で、この時にこのボールを残したまま右足を後ろに引きます。これフィニッシュの体勢、フィニッシュの体勢です。で、こうなった時に顎の下にボールがあることを確認してください。で、構え方でやったのと一緒です。このままこうやって斜めになってると視線が斜めに、顔が斜めになったままなので、必ず顎を下に、ボールの方に顎を向けてください。そして左手、ここ重要です。左手の使い方をご紹介しましたけど、左手は必ず親指を下にして、はい。右肩が前に出てこないようにしっかりとこの左手で壁を作ります。はい。これがゼロ歩の体勢です。セットして、この右足を引くときちょっとしか引かないと、全体的にこういうふうに前につんのめった状態になってしまうので、構え方を思い出してください。構え方、はい。で、この体勢をキープしてください。構え方の時、前にこんにちはしちゃうとつんのめっちゃうっていうお話をしましたけど、はい、この最初の時に、最初の体勢でですね、ちょっとお尻を後ろに、椅子に座りかけのように後ろにしていただいて、膝の前にボールで足を引く、こうすると綺麗な体勢が作れます。はい、で、これでゼロ歩助走の体勢の完了です。はい、それでは早速投げていきたいと思います。先ほどお伝えしたこのドットのところに足を揃えて、はい、右膝の前でボールをセットで、この時に前につんのめらないで、はい、お尻をしっかりと後ろに残すこと、
そしてここから右足を引きます。で、左手は壁を作る。で、この状態から始まります。で、この時手がどの方向に向いてるか自分でしっかりと、はい、チェックです。で、またこの顎の下、皆さんファールラインの先で投げようと思ってしまうんですけど、顎の下でリリースすることを心がけてください。で、このまま、はい、投げます。はい、これがゼロ歩の、はい、一連の流れになります。で、ゼロ歩の時に注意していただきたいのは、ゼロ歩助走はリリースのポイントだったり指の方向を確認する、また顎の下でボールが触れてるかどうかっていうのを意識して練習をする、方法になりますので、この時にスピードを出そうと思って思いっきり振らないことが、一つのポイントです。この時に思いっきりこういうふうに力を入れて振ってしまうと意味がなくなってしまうので、脱力脱力、普段のね流れでも5歩助走の方は5歩、4歩助走は4歩ですけど、流れでしっかりこうどうなってるかわからないという方が多いので、ここで練習っていうことなので、ここであんまり力入れちゃうと意味がなくなっちゃうので、もう本当にボールはトロトロボールで大丈夫です。あくまでどうなってるかっていうのを自分で目視して確認をすることがとても重要です。では横からです。これお尻注目です。このまま行くんじゃなくて、お尻を座りかけの状態、はい、ここで膝の前にセット、引く。で、引くとちょうど肩の下、顎の下にボールが来るので、はい、左手セットしたら、このまま自分で見ながら、はい、どうなってるか。はい、これがゼロ歩の横からの動画となります。ゼロ歩助走、皆さんいかがでしょうか。案外ね、これやると、自分が普段お尻が使えてないなとか、あ、リリースだいぶ前だったなとか、手が、縦回転の方特にね、こう手が上に、手のひらが上にこういうふうに向いてしまう方が多いので、このゼロ歩をやることによって、手のひらがしっかりとこういうふうに左に、フィニッシュの際に左に向くっていう意識づけをできたりと、いろんなメリットがありますので、ぜひ皆さん練習のスタートですね。まあ、スタートで皆さんいきなりビュンって投げる方いないので、最初にゼロ歩助走で自分がどういう風になってるかっていうのを確認しながら、スタートしていただくと、より効率のいい練習になるかなと思いますので、ぜひ皆様チェックしてみてください。